はい、本日も始まりましたコンタクトジャグリングレクチャー、講師はパフォーマーカッサンです。今日はですね、こういうパフォーマンスになります。はい、解説を早速したいと思います。これはですね、4ピラミッドをしてる時に使うんですけど、まず1回だけ、1回、2回、次はですね、1回、前で、例えば後ろ、前から、後ろから、いろんな方向から前から、後ろから、そしてまた後ろから、そしてここに、みたいな感じで、コツはですね、この、まあ、普通にクリスタルとクリスタルの当たってる通り道があるんで、そこをやりながらですね、まあ、基本的にはこういう、ピンキーリフトを駆使しながら、ピンキーリフトをしてる最中にクリスタルをはわしていくと、こういう風に見えるわけですね。まあ、一番単純に簡単なのはですね、まあ、前を普通にぐる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 回して、もう立って次に行くのが一番楽です。前行って、後ろから行って、またさらに後ろから行って、この形、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、こういう感じでですね、ピラミッドの曲がれ方ですね、クリスタルを、クリスタル同士を合わせながらですね、コントロールしてみてください。割とそんなに難しくないんで、このピンキーリフト、小指からこの上げてくる感覚ですね。この上げてくる感覚、この上げてくる感覚にですね、こういう風に手を這わさせるだけになります。なのでスキルとしてはまずピンキーリフト練習してからやってみてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。パフォーマーカッサン、本日はここまでした。